こんにちは、みきまるです。髪の毛少しすきました。ちょっとウルフっぽくなったんじゃないでしょうか。まあ、春なのでね、重い感じのヘアからちょっとすいてみました。今日は無印良品の購入品を紹介していきたいと思います。結構前に購入したんですけれども、ちょっとなかなかね、あの商品紹介する時がなかったので、今日ご紹介していこうかなと思います。お時間ある方はぜひご覧ください。それでは早速スタート。あーちゃん、ちょっとね、あーちゃんがうろ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 して、あーちゃんちょっとどいてください。あーちゃん、あーちゃん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 、あーちゃんが邪魔をする。まず購入したものを出していきたいと思います。コンパクトポーチグレー590円です。かなりね、小さめのメイクポーチを購入しました。今フランフランのメイクポーチを使っているんですけれども、ちょっと新規一点、こちらの無印のメイクポーチを使おうかなと思って購入してきました。すごくコンパクトで小さいので、バッグの中でもかさばらずにすごくいいんじゃないかなと思って購入しました。あとで、今使っているフランフランのメイクポーチの中身をこちらに移したいと思います。先にちょっと商品を紹介しちゃいますね。お次はこちら、こちらもメイクポーチになるんですけれども、先ほどのこちらのメイクポーチよりちょっと大きめになります。もうね、これは入れ替えてしまったんですが、このように中にメッシュのまたファスナーがついていて、私はここに領収書とか小銭をしまってあります。ポケットが2つついています。深い方にポイントカードを入れたりしています。上のポケットは少し浅めになっています。そしてこちらにもいろいろ挟めるようになっているので、私はね、ちょっと仕事で使うものを挟んで、切手とかね、そういう収入印紙とかを挟んで入れてあります。ここに持ち手もついているので、お財布兼仕事用のものをまとめておくポーチとして使おうかなと思って購入してきました。はい、そしてお次がこちら、折りたたみのヘアコームを購入してきました。折りたたみなので、先ほど紹介した小さなメイクポーチにも入るんじゃないかなと思って購入しました。さすが無印だけあってすごくシンプルですね。こんな感じで、はい。次がこちら、マルチバームです。これはね、お値段が 50% オフになっていました。天然潤い成分と7種の植物オイル配合、乾燥が気になる部分に潤いを与え、しっとりと保ちます。でね、これすごく香りが良かったんですよ。まあ、無印っぽいラベンダー的な香りですね。中身はこんな感じです。そんな硬いテクスチャーではないので、爪とかね、こうカサカサになりやすいところに塗ったりするといいんじゃないかなって思います。香りがね、すごくもう、なんだろう、無印っていう感じの香りですね。はい、お次がこちら、こちらも匂い系のものになります。ファブリックミストハーバルです。これもね、ほんとすごいいい香りだったの。うん、いい香り。なんだろう、これはお洋服とか布に振りかけるスプレーになります。この香りがすごく優しい香りで、先ほどのこちらのマルチバームと同じ香りです。ハーバルって書いてありますね。うん、すごくね、癒される香りですね、これ。ほんとすごく癒される香り。なんかマッサージに来たみたいな。そしてお次がこちら、エイジングケア目元用美容オイルです。開けてみますね。こんな感じになってます。美容オイルっていうだけあって、オイルですね。これ目元オイルって書いてあるので、洗顔後化粧水乳液の後につけるものだと思うんですけれども、私日中
すごく目元が乾燥してシワシワになってきてしまうので、これをねメイクの上からポンポンポンってちょっとつけようかなと思っています。目頭が特に乾燥してドライアイだし乾燥するしっていう感じで、もうとにかく乾燥防止のためにオイルをねたっぷりつけたいなと思って購入してきました。こちらは天然潤い成分として5種の植物オイル、ホホバオイル、アルガン、ローズヒップ、スクワラン、グレープシードを使用しているオイルだそうです。目元にハリと潤いを与えますとのことなので、ちょっとね乾燥したらすぐにつけようかなと思います。お次がこちらアイブロウペンシルパウダーのナチュラルブラウンです。こんな感じになっているんですけど、こっちがペンシル型、ちょっと今オイルをつけてしまったので、ここならわかるかな、あ、わかるわかるわかる、こんな感じのナチュラルブラウンのカラーになります。反対を開けるとチップみたいにパウダーがついていて、これもねこんな感じでこうぼかす感じのものになっています。そう、私ねこれをメイクポーチに入れておけば、アイシャドウとかねアイライナーをね別々で持たなくてもいいかなと思って購入してきました。そんなに外出先でメイクのお直しすることないんですけれども、アイブロウとパウダーがあればちょっとねアイシャドウが取れた時もこちらの方で、アイシャドウ代わりにもなりますし、眉がちょっと取れちゃったなっていう時もこちらでね眉描いたりとかできるので、これ1本持っていればもうアイメイク出先ですぐ直せちゃうと思ったので購入してきました。お次がこちら小物ケース M サイズです。まあね、これは本当に普通のこういうクリアな小物ケースになるんですけれども、ちょっとね季節の変わり目、私結構片頭痛がひどい時があるので、こちらに頭痛薬とかもね入れて持っていようかなと思って購入してきました。そしてお次がこちら歯ブラシです。開けてみるとケースがねちゃんとついてるんですよ。で出すと折りたたみ式の歯ブラシが1個入ってます。外出先で私たちの年ぐらいになると分かると思うんですけれども、やはりね歯にすごくこう挟まるんですよね。なのでちょっとでいいのでちゃちゃっと磨きたいという時があるんですよ。なので携帯用の歯ブラシは常に持ち歩いているんですが、今使っているものがかなり昔に買ったので無印で購入してきました。ケースもついていてコンパクトに折りたたみ式になっているのですごくねいいかなと思って購入してきました。はい、で一緒に購入してきたものがこちら携帯用のシリコンコップです。こうシリコンに、ね、なっていてめちゃくちゃ薄いので、ちょっと歯を磨いてゆすぐっていう時に、お手洗いとかだとお水をこう手で口に持っていてゆすがなきゃいけないので、これがあったらちょっと入れてブクブクってゆすげるんじゃないかなと思って購入してきました。めちゃくちゃいいですよね。これとこれをセットで常に持っていようかなと思います。お次がこちら六角六色ボールペンです。最近物忘れもねすごくひどいので、もう思いついたこととかやらなきゃいけないことを常にメモするようにしてるんですよ。なのでボールペン購入してきました。6色もついているのですごくいろいろ使い分けしていきたいと思います。お次がこちらメモ帳です。もう本当にね初めのページからメモ帳なのこれすごくない？こんな感じでなんかこう無印っぽいこの茶色の紙なんですけれども、こんな感じでもう全て後ろもこんな感じでメモれるようになっています。で薄いので先ほどの仕事用に使うポーチの中に入れておこうかなと思います。忘れちゃうのでいろんなこと。お次がこちら、こちらもメモ帳です。こちらもかなり小さめのタイプのメモ帳になるので、こんな感じで中は普通に線が引いてあるメモ帳です。このグレーがすごくおしゃれじゃないかなと思って購入してきました。購入品は以上になります。そしたらメイクポーチの中身を移していこうかなと思います。今私が使っているのは
こちらのフランフランのメイクポーチです。これもねすごくね春っぽくって可愛いんですけれども、ちょっと変えてみたくなったので、無印の方に一旦変えていこうかなと思います。携帯用のファンデーションはコフレドールです。こんな感じになってて、めちゃくちゃ小さくて持ち運びが便利なので使ってます。そしてはい、みんな大好きケイトのアイブロウです。これみんな使ってるんじゃないっていうぐらい使ってますよね。ちょっとねこちらはもう持ち歩くのをやめて、先ほどのアイブロウペンシルを使おうかなと思います。次がこちらマキアージュのドラマティックルージュ、品番が LD430、 こんな感じの色です。これもねすごくね発色が良くていいんですよ。これは入れます。そして次がラシャスリップです。326番、めちゃくちゃこれはお口がプルプルになるので手放せません。甘い歯磨き粉の味になるんですけれども、最近はよく、ちょっと分かりづらいかな、全然分からないかも、あこんな感じ、そうこんな感じの、ラメ入りのグロスになります。あとは薬用リップ、目薬、はい、そんなに量がないので、まあ、確実に全部入ると思います。よいしょ。でこれね、これも入れて、なんなら櫛も入れて、なんならこのマルチバームも入れて、あ入らないかも、やはり入れ方でちゃんと入ると思う。あ、入る、ほら全部入りました。じゃん、ほらこのポーチ一つ持っていけば外出先でメイクお直しは完璧です。そしてこちらのメモ帳とボールペンも、先ほど紹介した仕事用に使う予定のこの大きな方のポーチに入れておこうかなと思います。完璧、よし、はい、いかがでしたか。以上で無印良品の購入品動画を終わります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。